の炎に抱かれてしはい、どうも、最近ラーメン屋で相撲を使ってるクソガキにぶち切りそうになった男、カイトでーす。時は遡ること、一週間前のこと、いつもの安定のぼっちでラーメン屋にいた時のことでした。店内に入り、ラーメンを頼んで待っていると、隣のカウンターに一人の大学生っぽい男が座ってきたのです。なんとその男は彼女らしき女の人物とメニュー注文から食べる時までずっと通話をしていたのです。いや、これお前の家じゃねえんだよ。さっさと食べて家でゆっくり通話しろよ、この子、ちっしょうが。と、心の中で思っていた僕でありました。あと最初の挨拶新しくなりました。てことで今回、鬼滅の刃の殿堂入りボケてに突っ込みしてみた第2弾です。少しでもいいなと思ったら、この動画に高評価の方もよろしくお願いいたします。どうしてもネタや画像系がなかなかないので、多分鬼滅のボケてシリーズ最後だと思われますので、ぜひ高評価と拡散だけ全力で頼みます。概要欄から鬼滅の刃シリーズのリストを作ったんで、一気見したい方はそちらから見てやってください。それでは、どうぞ。いや、アルゴリズム体操の最中だったのね。っていうか懐かしいな。これ知ってる人いるかわからないですが、NHK のピタゴラスイッチって番組で一時期やってて、それ体操時代から存在してたのね。予算1000円の鬼滅の刃9話がなんか緩い。緩いとかのレベル超えとる。もはや超作画崩壊で放送事故じゃん。炭治郎と禰豆子別人になっとるやないかい。階級が上の人を連れてきて。大瀬先輩との二人任務。もう同僚にも馬鹿にされてんじゃん。確実にこいつ戦力にならないって知られとる。実質一人任務みたいなもんだね。アリがここに来ると手足に痺れと痛みが出てくる。ここに来たらめまいと吐き気が加わる。ここで激痛が来て体が縮み出し失神する。目覚めた時には朝ごはんが用意されている。ただのいいやつかよ。なんでちょっと最後親目線になった。普通に朝ごはん作ってほしい。全集中、水の呼吸、一の肩、水面切り。いや、水撒くのにそんな大技使うな。たまたま通りかかった通行人に当たった人大ダメージだよ。てか、一般人の人も呼吸使える謎の設定。あ、やっと死にました。よかった。顔やるのに3時間かかった。蚊に対して能力使いすぎ。振り回す刀に対しての敵の弱さ。鬼も殺せる毒の無駄遣い感がすごい。鬼物児無惨、住所。鬼場所の特定方法が現代以降。主人公楽者倒そうとすな。大ボスの住所ネットでさらされるとかかわいすぎでしょ。まあな、俺は派手で華やかな色男だし当然だろう。今日も3人いるからな。浮気がバレて開き直ってる。開き直り方の思い切りの幅。もう別にバレるのも時間の問題だしみたいな感じでやけくそ状態の発言じゃん。ちなみに渦井天元の3人の嫁たちの名前はスマ、マキオ、ヒナズルで、3人の関係は嫁たちというよりは姉妹のような理想的な間柄となっています。鬼滅の刃の舞台である大正時代の日本は当然一夫一婦制ですが、渦井天元のいた忍びの家系は一夫多妻制で、15歳になった時に3人の嫁を持つことになっているそうです。その嫁は一族の長が相性を考えて選ぶそうで、渦井天元が選んで結婚したわけではなさそうです。つまりこれは許されたわけなんですね。ああ、一夫多妻制の時代に俺も生まれたかった。当然その嫁たちは忍び、女性なので黒い血でちょっと強そうで怖いけどね。呼吸しないで。鬼滅の刃終了のお知らせ。永遠に必殺技が繰り出せない。鬼の倒し方が全部地味になるやつ。主人公最初の最終選抜で人生終了するわ。鳥肌が止まらない。指先まで力を込めていなければすぐに体が震え出す。これぞまさに冬ね。いや、厚着して。コートとか羽織ってないからそういうことになるんだと思われます。指先まで力を込めるより絶対楽なので買ってください。何度でも聞くぞ、お前の名を。デスノート持ってるのバレてるけど気づいてない。聞き方がドストレート。ちょっと嘘つくの下手なタイプか。しかも倒し方が全然鬼らしくない。あ、てめえ待ち上がれ。富岡さん、理由を説明してください。さすがに言葉が足りませんよ。言葉。絶対それ普通じゃないよね。シンプルなサイコパスかな。やっぱり口下手な感じが富岡さんらしいっすね。千円札与奪の剣を他人に握らせるな。なんか牧場の牛たちに叫んでる人いる。誰に向けて言ってんの。お前二度と牛肉食うなよ。家畜全般に向けて話す言葉じゃない。君みたいな意地の悪い子初めてだよ。なんでそんなひどいこと言うのかな。生まれて初めて嵐リップがついたツイッター初心者。結構ネットランチに敏感なタイプ。上限の鬼をバチ切れだよ。一人一人リアルで消し去られるぞ。吉田沙織が鬼側についた。鬼滅の刃連載終了のお知らせ。人間超えた霊長類最強がそっち側についちゃったが、あの方鬼物事務さんよりワンチャン厄介だから。死亡フラグランキング第1位、俺この戦いが終わったら結婚するんだ。第2位、ちょっと畑の様子見てくる。31826位。俺の隊はほとんど全滅状態だが、俺はそこそこの鬼一匹倒して下山するぜ。ランキングも低いな。あんだけ原作でネタにされつつ、ボケてまでもネタにされる男。ある意味俺の鬼滅刃系の動画では一番出てきてるよ。ちなみに鬼殺隊に金を稼ぎに来たという狂気の動機を持つこの男のあだ名がいくつかあるみたいなんで見ていきたいと思います。サイコロステーキ先輩、鬼滅の刃。前回のボケてでもありましたね。かませ犬。その通りだからグーのでも出ねえ。いきなりステーキ。いやお前、イキリステーキの間違いだろ。一分クッキング。料理しようとしたら料理されたやつな。フラグ建築士、音速のフラグ回収。名前の雰囲気かっこいいけどただの雑魚だから。全集中、肉の呼吸。それで自滅してどうする。これは俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も知らせない。ドッジボール中に何か生きってるやついる。あ、反則失格です。ドッジボール中に何剣ぶん回そうとしてんの。スポーツ的にも法律的にもアウトだよ。鬼の気配がするぞ。あはははは。
扉の向こうにいるの、お前のお嫁さんだぞ。この後修羅場になるまで3秒前。お嫁さんとこの後とんでもないことになりそうだね。攻撃が異様に低い。これは、まるで。自販機の下の小銭を取る構え。戦闘中のふざけ方がマニアック。見てる視聴者細かすぎて伝わらないわ。どこでその構え覚えてきた。一つの技しか使えないんだ。医者の呼吸、次の方、どうぞ。診療の仕方がバリ適当。お医者さんの方諦めないで。医者の呼吸、次の方、どうぞ。いや、校長さんもその呼吸使えるんかい。そこは主人公を救ってあげろよ。一輪刀の色の変わり方が異常。元から刀ですらない。降りてる前に素振りしただけで折れるわ。それ誰に作ってもらったらそうなった。なんで？この人やばい。どういう気持ちの顔これ。いっぱいチキ。唐突なキャラ崩壊。ワクワクが止まらねえぞ、おい。だからよ、止まるんじゃねえぞ。違うアニメの死亡プラグの名言やめ。この後服が変わって死ぬのほぼ確定みたいな演出作るな。水の呼吸、4の方、嘘しよう。どこで間違ってその技覚えた。師匠鬼倒させる気ないだろ。これは完全に最終先輩2号の候補だね。念願かなってドラマ、鬼滅の刃への出演が決まった。鬼サイドの出演かい。もうすでに同じ声優での柱の観の神釣り役の方として出てますが、悪戦の仕方が悪い方向にいっとる。貴様らがこれから行くのは地獄だ。今、私のことをパワハラ上司と言ったが。いや、その通りだからだよ。鬼滅の刃って仮面ライダーブレイドのパクリじゃん。オフィシャル関係全部そうなるわ。お前仮面ライダーブレイドになんか恨みでもあるんか。冷やしのび太っていうすごいマニアックなシーン攻めてきたな。葛飾北斎の富岳36景、神奈川沖波浦って鬼滅の刃のパクリやん。要素並だけやないかい。水使ってる点でしか共通点ないわ。パクリ以前に富岳36景の方が先だわ。は？これ鬼滅の刃のパクリじゃん。マジで許せない。今すぐ消せ。鬼滅の刃のマークパクるとかマジありえないんだけど。後ろに今すぐ謝罪しろ。逆にお前の存在がネットばらけされるよ。鬼滅のパクリじゃん。日本昔話アニメ本桃太郎。刀と鬼しか似てねえよ。鬼滅の刃の方は一応仲間の人たち全員人間ね。化け物級の力持ってる柱とかはいるけども。はぁ、あ、このキュウリ鬼滅の刃のパクリやん。パクリなんてマジで許せない。作った料理人さん絶対意識してないわ。仮にこの羽織意識して作ってたらむしろちょっと才能あるわ。オリンピック鬼滅の刃のパクリやん。お前丸いもの見ると全部鬼滅の刃に見える呪いでもかけられたの。鬼滅の刃のロゴ多すぎて帰って見づらいわ。ポケモンは鬼滅の刃のパクリ。雰囲気は似てるけど違うだろ。ここでクララの紹介文軽く読んでみましょう。クララ、毒タイプのポケモンを得意としマスタードの道場の修行に励むトレーナー。人気者への憧れから可愛いの追求に余念がない。いやお前毒タイプ使うんかい。ちょっと匂わせしてくるのやめて。これ以上は闇が深そうなんで追求やめときます。完全に一致。髪色が全て感あるパクリ指摘。鬼物児無惨がマイケルジャクソンって言ってる波にちょっと理不尽。鬼滅の刃アインシュタインイナタのパクリじゃん。顎の突起部分が楕円形なだけや。あべや、アインシュタインイナタ関係ないやろ。お前この顎で何人の身を召したと思ってんだ。解決ゾロリのイシシって鬼滅のイノスケのパクリやん。これはイノシシだしね。って納得はできない。二頭身のサイズ感イノスケでかいだろ。今はやっぱり、はぁ、ベネッセのロゴ鬼滅の刃のパクリじゃん。パクリなんてマジで許せない。これに関してはあんま似てねえ。そういうの意識して作られたわけじゃないでしょ。これって鬼滅の刃のパクリやん。だからそんな似てねえって。右の方が若干鬼畜感あるよ。アイスあげたら鬼滅のパクリじゃん。絶対許せない。これ言ってるの多分世界でお前だけ。てかどのアイス買っても大抵そうなるわ。今日から俺はの三つ足って全一そっくりだよね。てか絶対真似してるよね。鬼滅の刃のパクリじゃん。許さない。同じ顔系担当のだけなんじゃ。髪色それっぽいけど全一は学ランなんか着てない。学園の方でガッツリそれっぽいの着てたわ。はぁ、あ、これ鬼滅の刃のパクリじゃん。パクリなんてマジで許せない。ポーズのみっちな剣について。てかむしろ左側鬼サイドに出てきそうな姿。掃除でここまでパクリ容疑に見てきましたが、気持ちの問題。なんだこれ、目と口と鼻あるとか鬼滅の刃のパクリじゃねえか。いやもうどうでもいいよ。ほらキャッチキャッチキャッチミーキャッチミー待って、こっちを向いて好きだと言って、そうナイスチューミーチュー。これカードキャッター坂のオープニングやないかい。あんな感じ知っとんねん。しかも結構うまい。見つけたー。こんなことある？約束のネバーランドからパワーキャラの登場きたー。こんなことないに俺も激しく同意。これは約束のネバーランドのキャラクター人気投票で、なぜかここに鬼滅の刃の登場人物であるガサイ善逸がランクインしてしまったのです。そしてツッコミをしたのはシスタークローネ。この後こんな画像が出回りました。この画像により善逸とクローネをコラ画像にしたら相性いいと思ったのか、様々なコラ画像が流出するようになりました。いや相性いいけどクローネの破壊力ありすぎてそれどころの話じゃない。顔芸の主張が善逸より強すぎるんよ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死。顔面の圧倒的な濃さ。今日の俺の夢にまでできそうだからやめて。こんなにも悪役顔似合う人いたんだ。もしもし、大丈夫ですか？前のせいで大丈夫じゃなくなる。恐怖の映像すぎる。こんなことある？異界に増えとる。お前逃走中のハンターか。シスタークローネの存在が怖すぎるって。紹介するわ、新しい妹シスタークローネよ。そしてシスタークローネ、ママのお手伝いに来てもらったの。こんなことある？だからなんで二人いんの？全員とクローネの大喜利始まっちゃってるって話。それであなたから見てあの子たちとの鬼ごっこはどうだったの？
そっちの回想シーンを振り返るんかい。エマとかの方を想像しなさい。そっちが本編みたいになっちゃってるから。シスタークローネが腹を切ってお詫びいたします。なんであいつここでも責任者になってんの。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。